アキラッチのスカッと皇室、英国王室神対応、名門ホテル驚愕対応、英国王室オープン馬車、美智子様と対応違い。はい、どうもガチです。読売テレビの報道局特別解説委員の高岡さんが今回の天皇皇后両陛下のイギリス訪問について詳しく解説しましたね。まず国賓として上皇ご夫妻がイギリスを訪問されてから26年ぶりに訪英ということですね。そしてね、世界には約200カ国あるけども、その中で君主制の国は28カ国しかないわけですね。ちなみにね、日本は一番長い君主制の国と言われてますけども、1974年まではエチオピア帝国が最も長かったようですね。まあ君主制としては最もね長かったわけですね。日本もね2600年だけども、実質は1500年ほどですね。ただまあ王室の制度が続く国に関してはどんどん減ってきてますよね。エチオピア帝国が消滅したのは経済問題が大きかったようですね。まあこういった問題があったようですね。経済の停滞が続いて失業率が高まって、飢餓でね多くの人が亡くなって、皇帝に不満が蓄積して、軍部がクーデターを起こして王室がなくなったわけですね。そう考えると、王室が軍を指揮できる立場にある君主制に関しては、まあ、今後もね消滅をしていきそうですね。現在ね28カ国ある中で、絶対君主とか軍事的な介入ができる君主制は10カ国ぐらいねあるんで、その国に関しては時間の問題でなくなるかもしれませんね。まあちなみにね、まあ、こういう形で政治介入とかがねできない国に関しては、まあ、こういう形で基本的にはねイギリスとかカナダとかオーストリアとかね、いろいろとありますけども、まあ、ベルギーとかオランダとかもそうですね。ただ逆にね、まあ、政治介入とかができる国ですね、まあ、それがまあこういう形の国ですね。サウジアラビアとかブルネイとかそういった国でね、まあ、サウジアラビアに関しては石油の埋蔵量が世界最大級ですね。だからまあ結構こういう形でね見てみると、絶対君主に関しては結構まあ特殊な国が多いですね。他にもね、まあ、石油の国に関してはオマーンとかカタールとか絶対君主が多いわけですね。なんかタイに関してもね権限とかを持ってそうですけども、軍事介入とかはできないみたいですね。ちなみにねイギリスの王室の歴史に関しては約ね1000年ほどですね。日本に次いで長いのがデンマーク王室で約1100年ですね。まあ日本に関しては万世一系だから価値があるとしてアピールをしてますけども、万世一系っていうのはね明治にできた造語ですね。万世一系とは基本的に天皇の血筋だから、男系も女系も関係ないわけですね。父系継承とは違って万世一系なわけですね。だからまあ女系でも世界から見たら一番長く続くね歴史なわけですけども、宗教政権に洗脳されてごく一部の政権与党の支持者だけに受け入れられないわけですね。そしてね、日本の皇室に関してはこのまま皇室典範改正しなければ、統計的なデータとしては2086年に消滅するわけですね。王室をね維持している国に関しても減ってきていて、その中でもイギリスと日本の王室とね皇室の関係に関しては深いわけですね。それでね、その到着のシーンに関しても印象的ということですね。ちなみにね、まあ、この記事を紹介してたのが、まあ、この高岡さんという人ですね。まあ、この人が解説しましたね。イギリスはね、今まあ総選挙中で、本来だったら総選挙の最中に国賓っていうのはありえないわけですね。ただね、イギリス政府のゲストじゃなくて、あくまでも国王陛下のゲストなわけですね。イギリス王室が招待をしてくれたわけですね。だからまあこの政治家が急に解散しようが、それは関係ないわけですね。日本だったら皇室は政治的な発言ができませんけども、イギリスはね政治がまあこういったロイヤルの交流とかを利用しないようにってことで、まあ、スナック首相に関しては公式行事には出てこなかったわけですね。まあ、イギリス王室と日本の皇室に関しては双方にとって財産ですけども、お互いの配慮があって、到着のところの車の写真ではチャールズ国王がお迎えを出してくれたわけですね。まあ、こういう形でね、政府の車じゃなくてイギリス王室から最高級車のベントレーのリムジンをお迎えに行かしたわけですね。まあ、これでね移動してくださいってことでいいことですけども、まあ、このね車に関しても、まあ、この注目ということですね。まあ、この旗ですね、通常は車の屋根にイギリスの国旗が掲げられているわけですね。それがね今回は天皇皇后両陛下をお出迎えするってことで天皇旗を掲げていたわけですね。菊の紋章がついていて日の丸じゃなかったわけですね。日の丸じゃなくて日本の皇室で両陛下をお迎えしているわけですね。この天皇旗に天皇皇后両陛下をお迎えしているっていう配慮があるわけですね。まあ、このね屋根の部分についているわけですね。ちなみにね、まあ、日本の皇室のご両者に関しては、まあ、こういう形で車の先頭にあるわけですね。まあ、これも一応まあその取り外しとかできるようですね。こういう形でね、まあ、外すことができるわけですね。まあ、こんな感じでね、まあ、外してますね。まあ、先頭部分にこういったまあ旗があるわけですね。
ちなみにね、まあ、両陛下がお泊まりするホテルに関してもおもてなしがすごいようですね。ホテルクラジシスロンドンっていう風に言うようですけども、一泊約1200万円の部屋とかもあってね、まあ、最上階が全部スイートになってるようですね。まあ、ここに関してはバッキンガムの別邸と言われてるようですね。200年を超えようかという歴史を持つホテルで、世界の王室がお泊まりになるわけですね。この王室のホテルの名前を非常に高めたのが、ベッドの下の土っていうエピソードで世界的にね有名になりました。第二次世界大戦中にヨーロッパの王族はみんな戦争をね避けて避難してきたわけですね。それでね、このまあクラリティーズホテルに泊まられたわけですね。まあ、その中にユーゴスラビアの王妃がいたようです。そしてね、この王室がお子様を出産することになったようですね。さすがにね、王室の子供なんで海外で出産とかはしたくないですよね。それでね、わざわざユーゴスラビアの土地を持ってきて、そのね、ユーゴスラビアの王妃のベッドの下に敷き詰めて、その時のチャーチル首相が、ここを今ユーゴスラビアの領土としますというふうにね、イギリスが配慮して出産したようです。まあ、領土問題でね、うるさい日本とかでは絶対にそんな配慮とかは無理ですよね。まあ、この辺のね、伝統もあって新しいものも取り入れられる考え方がイギリスのすごいところですね。今回はね、天皇陛下がイギリスでの最高位の勲章にあたるガーター勲章もつけてましたね。これはね、日本の皇室だけ5代連続いただけたわけですね。明治天皇、大正天皇、昭和天皇、上皇様、そしてね、金城陛下ですね。この扱いを受けてるね、王室は日本の皇室だけなわけですね。ガーター勲章はそもそもキリスト教の国の首相とか王室にしかね、授与しませんけども、日本の皇室だけ特別な扱いをしてくれてるわけですね。まあ、そしてね、そもそもこのイギリスなんていう国名は基本的にはないわけですね。グリートブリテンおよび北アイルランド連合国っていうのを英語にしたのが標準のイギリスと言われてるわけですね。だからまあ公用語が4つあると言われてるんですね。イギリスは時代に合わせることができて、2022年に新しい公用語が1つ増えたようです。それがね、手話のようですね。ブリティッシュサインランゲージといって、手話も公用語になったわけですね。だからね、イギリスこそアクション機はね、まあ、手話とかをアピールができるんですけどね。特にね、イギリスでは手話とかを使ってませんでしたね。イギリスのニュースに関しては必ず手話がつくようです。日本とイギリスは政治的にもね、離れている国のようですけども、いろいろとまあ関係があるわけですね。2021年でウクライナ問題の前ですけども、イギリスの空母クイーンエリザベスが日本に来たわけですね。これはね、対馬中国で連携したわけですね。中国が台湾に攻め込んだ時のことを想定して訓練ですね。そしてね、2022年には海上自衛隊の練習艦鹿島がロンドンに行ったわけですね。イギリスもね、長い目線で考えて、何かあった時に関係を築いておこうとしたわけですね。イギリスは核保有国でもあって、味方につけておくと相手国にとっても脅威なわけですね。まあ、それとね、情報にも強いですよね。イギリスは MI6 で知られている秘密情報部がいろんな情報を握っていて、東京五輪でもロシアからハッキングされてますよってことで教えてくれましたね。まあ、このイギリスからね、日本にロシアからハッキング攻撃されてますよってことで、まあ、これ逆にね、まあ、すごいまあ恥ずかしいことですよね。高市早苗さんが総務大臣の頃にマイナンバーで LINE と提携発表しましたけども、それからね、 LINE は3回か4回ほど大量に個人情報を流出してますよね。まあ、セキュリティクリアランスがガバガバですね。ちなみにね、イギリスで雅子さまが馬車に乗られてましたけども、まあ、そこでね、なんでね、屋根なしだったんかってことでコメントがありました。パレードの練習では屋根付きの偽装馬車でしたね。でも本番では屋根がなくてオープンタイプの馬車でした。さらにね、平成の時にイギリスでパレードがありましたけども、まあ、これもね、屋根付きの偽装馬車でした。まあ、こういう形でね、屋根付きで、まあ、これちょうどね、シュプレヒコールで背をね、向けられてますね。ただまあ屋根付きの偽装馬車ですね。でもね、その前の昭和天皇の頃に関しては屋根がないオープンタイプの馬車でした。確かにまあこの辺がね、意味深ですよね。なぜね、上皇后さんの時だけ屋根付きだったんでしょうね。そしてね、美智子様といえば、日本でも偽装馬車にすごいトラウマがありますよね。ご成婚パレードでも投石事件がありましたよね。まあ、乗り込もうとね、したわけですね。まあ、少年でね、19歳ですかね。でまあ浜尾侍従に関しても、美智子様は偽装馬車に乗る時だけね、見ないでってことで通達をしたようですからね。美智子様がね、馬車から降りる時に関しては、撮影をおろか見てはいけないっていうね、通達がされていて、まあ、これはね、徹底されたわけですね。メディアに対しても後ろをね、向いとってということで、そういう通達があったわけですね。もしかするとイギリスのパレードはシュプレヒコールじゃなくて後ろを向いとってってことで見なかったんですかね。カメラも撮らないでとね、言われたかもしれないけども、撮っちゃったんですかね。まあそれはね、わかんないですけども、馬車に関しては美智子様はなんかすごいね、トラウマがありそうですね。まあ、そしてね、雅子さまが即位される時に関しては偽装馬車に乗れないぐらい重度の生まれるギーと報じられましたよね。
でも通常だったらそれぐらいね、重度の生まれる気があるんだったら、イギリスでも屋根とか窓付きの偽装馬車使いますよね。日本の偽装馬車に関しては人がね、前に歩いてた感じだったんで、ゆっくり移動されると思いますね。まあこんな感じのタイプですね。でもね、イギリスに関しては結構まあスピードが出てましたよね。まあ、それ考えるとマスクだけでは防げないぐらい、かなりね、馬の毛とかも飛んでくるんじゃないですかね。それだけにね、やはりまあイギリスのオープンタイプの馬車に関しては全然ね、まあ、重度の馬アレルギーではないですよっていう隠しメッセージのように思いますけどね。炎上しないようにマスクはねしましたけども、窓付きで屋根付きでマスクをしたらさすがにイギリス国民もドン引きしますからね。マスクはいらないだろうってことでね、なるんで、それでまあオープンタイプでマスクをつけたんかもしれませんね。まあどっちにしてもね、日本の偽装馬車に関しては歩くぐらいのスピードで窓や屋根とかもついてるから、重度の馬アレルギーの人にも乗ることができる優しい馬車ですね。それをねイギリスが証明してくれたって感じがしますね。ちなみにね、上皇ご夫妻は即位30年を記念して成婚パレードの偽装馬車が公開されてましたけども、窓付きでした。まあこれですね。まあこういう形で成婚パレードに関しては窓がついてませんね。まあこういう形だったんで投石事件が起きたわけですね。まあ成婚パレードね、まあこんな感じですね。でもね、実際にまあ展示されたのはこのタイプですね。成婚パレードの馬車とね展示されてますけども、窓とか屋根がついてますよね。実際にはこれはねついてなかったわけですね。投石事件があって乗り込まれようとしたんで窓はついてなかったわけですね。だからまあなんかね、投石事件がなかったかのようにされてるんですかね。ただね、まあ報道では雅子さまが生まれる儀だからってことで再度ね書かれていて、朝日新聞のアイラでも生まれる儀に疑問の声とかも散見されましたけども、雅子さまは生まれる儀だから医師が同行したんだろうってことで、そういった解釈みたいな感じで書いてましたね。エリザベス女王の国葬に関しても、当時のイギリスはすでにウィズコロナでマスクをしている市民はほとんどねいなかったけども、出発時には白マスクで、到着時に関しては黒マスク姿ってことですね。だからまあ今回に関してもマスク着用は雅子さまのご体調を考えてのことで、パレードでマスクを着用されたのも、まあ、身長をね記されたためのご決断ってことで書いてますね。パレードの途中でご体調を崩すなどのリスクを回避するためマスクを着用されたんだろうということで、まあ、今回の放映に関しては極秘で主治医も同行しているということで、バラしたらね極秘じゃないし、極秘じゃなくて同行させることが条件でイギリスに行かしたって感じがしますよね。本当にね極秘だったら宮内庁が極秘を破った職員とかを辞職させたりとか、それぐらいセンシティブな情報を内部告発するような最低な行為ですよね。機密情報ですからね。極秘情報を週刊誌に売り込んでるわけですね。そういった最低な宮内庁職員がいるわけですね。悠仁さまは重度の聴覚障害なんで、主治医が同行したとかね、それと同じぐらい極秘情報を漏らしているのと同じような内部告発ですね。極秘情報を全てのメディアで共有していて、宮内庁が最も信用できない組織っていうのをアピールしている最悪な状態ですね。インドネシアでは同行せずに、今回のイギリスで同行するのは念のためとねいうことだろうけどもと言いながら、生まれる気だから同行みたいな感じで記事を書いてますね。ただね、イギリス訪問を成功させてよかったですよね。カミラ王妃に雅子さまが気に入られるかっていうのがね心配でしたけども、雅子さまが送った佐賀錦のバッグに関しても早速ね晩餐会で持参されてたようですね。まあ、チークキスもねすごかったですよね。天皇陛下も40年前にイギリスで留学中に購入したネクタイをされたってことでね、まあ、すごいねものを大事にされてますよね。普通にまあ日本語とかで話しかけられて答える場面もありましたね。しかも両陛下がね窓から顔を出されてるシーンもありましたね。まあ、このシーンはねちょっとまあ感動的ですね。天皇陛下がね留学中に生活されていた部屋に入って、両陛下で顔を出されてましたね。雅子さまも恩師と話されて、昔の話とか愛子さまの話とかもされたようですね。イギリスに戻られて、まあ、幸せそうだったということで当時の恩師がね答えていて、両陛下と一緒にオックスフォードに来たことがやはりね嬉しかったんでしょうね。まあ今回に関してはね、チャールズ国王もガンで治療を続ける中で両陛下をもてなしてくれたわけですからね。雅子さまも予定されていた行事に関しては全て出席されてよかったですね。あとはね、昭島家ばかり報道したがるメディアとか、昭島家のね問題に真剣に向き合おうとしない宮内庁に関しても変わってほしいですね。まあ、それにしてもやはりね、悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり、情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんで、そちらの方もお待ちしております。